マツダパークウェイは、マツダから発売されたマイクロバス。主に送迎用として用いられた。車体は、西日本車体工業製。1976年型パークウェイ26マズダクラシックオートモビルミュージアムフレイ、所蔵パークウェイロータリー26普通乗用車のルーチェ、や、コスモ AP と同系の13バイト型ロータリーエンジンを、搭載している。 2 8 3 5ラムという重量にも、かかわらず、最高速度時速1 2 0トルで走行、可能である。グレードは26人乗りのデラックスと、13人乗りのスーパーデラックスがあった。マニュアルトランスミッションには、前日の乗用車と同様、低回転域での運転性を改善する、トルクグライドと称する流体継ぎ手が追加されている。これは、 エンジンストールやノッキング及びジャダーを防ぐ目的で採用されたものでトルクコンバーターのようなトルク増幅機能はない。これによりシフトパターンには高速用のパーキングポジションが追加されている。ロータリーエンジンのスムーズな回転による低振動と静粛性、さらに曲線を多用したデザインがこのバスの売りであったが 18.3kgM。18. 4000rpm というエンジンスペックに現れている通り、高回転型の特性の上、燃費経済性においてもディーゼルエンジンには立ち打ちできず、販売は不審であった。総販売台数はわずか44台、2年間の生産のみで終わっている。消防の通信車両として、広島県広島市や静岡県浜松市に導入されたが、現在は不明。 二代目パークウェイこのモデルは日本国外でもオセアニアを中心に販売され、マツダ T シリーズバスとして販売されていた。なお、1987年以降も海外向けはマイナーチェンジせず中期型のままで生産された。インドのスワラジ・マツダではこの型をベースとしたバスや、救急車がマツダとの関係が解消された後も独自生産されていた。ありがとうございます。